お願いしますこれはもう毎回やるたんびにもうおせっけじゃないな毎回さ最近何して話すっけうちらなんかうちは何やろうなうちが勝手に自分で思うことが分からんけどりくは本当に無言で同じ空間におっても全然なんかなんかもう本当に安心しておいで別に会話もせんでもなんていうの話さなきゃっていうこの。 これがないの普通に自然に折れる件が楽やなって思うでも普通にこれに関して話すとかはないけどんか絶対隣にいてんかテレビ見ながら「いやでもドラマとか好きじゃんまこちゃんがりクも最近見始めたドラマがあってそれを見て2人で「やばくない?」みたいな「見た?」みたいな「最終話見た?」みたいになって共感するねそうんか結構ロマンチックなんが好きじゃんうちら2人とも。

はい、私たちのね共通の何だろ大好きなそうねチキンですけどはいやあでもほんまにマコちゃんとの思い出はこのここから始まってくないこれしかもうこれもうよく分かってるなっていうくらいあのマジこれしかないそうね初めて二人で出かけたよねうんあの時初めてチキン食べに行こうってなってで二人でこうあの チキンハニコムチキン二つくださいってことう出します。その時にさ、突げよ突げよってみたいなもうみんななんか本当に絶望的なね表情ね。タタモグレスいそよって言われてねとか言ってなんか私たちはえ当たり前よみたいな感じ。一個やん一人一個やんでごめんながらさなんでハンバーしなあかんのみたいな違うなハンバーグなんでしないといけないんですかみたいな感じでねモグレスしようみたいな突げよ突げみたいな。 진짜 두 개요? <laughs> 그, 네. 한, 하나, 진짜 큰데요? 응. 응, 이 때. 근두 개요? 이안하 아, 얼고 응. 아, 있어요? 그자 <laughs> <미래나. 웃음> 行っそれを、ね、食べて苦しかったけどでも頑張って、ね、ここまで来たら全部平らげたいっていう意識に変わってくるプライドが、ね、なんかフードファイターみたいになってたけど <laughs> いやーあれは、ね、今はちょっと無理やなさすがに、ね、あの時はやっや若,、ね、若,若かったけど、うん、でも今は最近すぐ胃もたれする。<laughs> なるよな最近やっぱりかこれをおいしく食べられる量を分かってきた何個ぐらい食べたら美味しい状態でもうお腹いっぱいになれるっていうのを分かったけんメンバーよりはでも食べられると思うそれは間違いないメンバーが弱すぎるさすがにやけどさすがに昔の私たちには勝てないそれはそうでもほんまにこれ美味しいねんな定期的にマちで食べたくなるここれのの何が美味しいかってさ、さ、 なんかさ、おやつみたいなカリカリ感とこのちょっと甘じょっぱい感じ。やや、うん、やばい。いいいれる <laughs> マジで。<laughs> 最初の印象いやーう言言言っったたたよ。言ったし、わね。ろうリクはもうとりははとあえず、

みたいなんで喋ったのが初めてあってそうかそ,うそれもめっちゃ明確にガチで覚えてて,て最初さ、うん、なんかテーブルがさリクやったもん、リクとマユカと一緒の席やっただけん、うちも初めてこう話したのは多分うん、うん と思でんかすごい同級生にいそうなクラスにいそうな雰囲気かもし出してるみたいなこと言ったの友達やみたいなって。それはでも正直言ってちゃん以外にも言われたけど何でやろすごいね話しやすかったんやめっちゃあこの子だったらなんかめっちゃ楽に話せるわって思ってそこでちょっとのなんか、みんなとのその壁がちょっとなくなった感じはあったかも。しれない。 そうでもまあそ<う>あんまりでもあんまりイメージ変わってないっちゃ変わってないけど。うん ここまで抜けてるとは思わんな、最初は最初さ見てさだって「RB バック」踊ってさ「雪の花」歌ってずっとすごい1位とかの順位でさやってすごいって思うやんもちろんすごいって思うけどだんだん知っていくとえまこちゃんめっちゃ抜けてるなみたいなでもそれが普通めっちゃ可愛いしおもろいしこっちも突っ込みやすいしそれぐらいから最初の印象と違うのは。でもそれ以外は。 普通に優しいし、なんか親身になってくれるし、なんかすごいもうザリーダーやけどザリーダーじゃないって感じ。めっちゃムズいけどリーダーっぽいけどリーダーっぽくないとこもあるみたいな感じ。本当に今までこう何回もこう撮ってきたやつ2人。そうね、やっぱみんな同じこと言う。お本当に。本当に？でもやっぱそうやねん。ちらってやっぱ急に思ってなかったりしない？誰でいくもそうやも。うん。私も。 いつも言われること一緒。でも本当リクはもリクはうちはもうそんまんまかも本当にもうめっちゃそうもう多分言ってるから本当そんまんまでもめっちゃ繊細うちは結構あの時のリクはすごいサバサバして結構なんかもうあれもこれも何時きやときみたいな感じかと思ったけど結構意外とこう一緒に過ごしてきて繊細な部分もあるしこういうところもあるんやとかもめっちゃ。 気づけたかもしれない。いや、でも。明るいのはそのまま変わってない。うんうん、ずっと一緒。あら、本当。うん、でも、なんかどんどんレベルアップしてるなって感じる。なんか。たまには、ちょっと大人っぽい、大人しい姿もたまに最近見れる。まあね。うん、でも、ほんまに。うん、なんやろ 二十歳ってすごいんやと思う。二十歳。二十歳から変わるみたいな話なったやんて。でも、でもん今んとこ全員そうやん。そう。え、だから、で、まこちゃんが最初に二十歳になったわけじゃん。んねうん、で、うちらもっと今より、もうみんな子供っぽかったやん。うん、そん中で、まこちゃんが二十歳になった瞬間の衝撃は忘れられへん。お前え、なんか、やっぱ、なんか、違う雰囲気がってこと。雰囲気も違うし、その、なんか、モニターで映る写真とかで。うんうん たら、ってなるかやっぱり二十歳はちゃうわみたいななるほどね。でも最近はさもうほぼ半分がもう二十歳になってきてるやんでもうちは二十歳を迎えたうちから見てもあやっぱ違うなって分かるようなほんまに綺麗になったなってマジで思うみんなもええけどもちろんやけどみんなの綺麗いになり方とやっぱ二十歳過ぎてからの綺麗いになり方ちゃうんやってほんまに。 大人の魅力が出て本当にあありがとうございます。でも日中みんなねちょっと大人になってきてるね。それはそう。何今後が楽しみでございます。違う本当にそう。いやでもなんかうちはなんかすごいありがたかったなと思ったのがそのグループのなんかパフォーマンスとか練習とかの動画をさもう移動中でもちゃんと見てさあこここうした方がいいとかそういう意見をさいつも言ってくれるやん。でもそれを。 もう言っっっててくれるけんめっちゃありがたいなって思ってん,でなんか逆にうちがもっとそういうのをこう言ってあげたいんやけど陸にいつも任せちゃってるなっていうのがちょっとあってちょっと申し訳ないなっやいや全然いや本当にすごいなと思うもうなんかあこういうとこまで見とるんやと思ってう,うちも見落としとるダンスの角度とか振りとかあるやん,うんそういうのもここをこうとかもうちゃんと一個一個,一個を陸はチェックしてとかあるけん,ん,なんかすごいパフォーマンス上の 裏のリーダー的な存在やなってうちは心の中で思ってええー、マジ。うん、そう。でも逆にリクがそんな、うんうん、なんていうの。まあ、うん、なんか二十で言ったらさ、うん、ま正直マヤとリクは同い年やけど、うんうん、オンニって言ったらなんかもう三人じゃん。で。 もうまあそれは理解してるし、うん、なんかまあ理解そのなんていうの、うん、ちょっと妹的なポジでやるのがまあ自分の魅力かなとも思い始めてるからいいけど <laughs>、うん、やっぱ言いたいことももちろんあるわけ、うん、き気づく部分もあるしだ、うん、けどなんかそれを言ってもいいのかな、うん、私がみたいなのもあるけど、うん、あるからすごい。うん なんだろう気が弱いからすごい眞こちゃんにいつもその言うやんかこうやってちょっとやった方がいいかもしれない、えー、でもくは言うへんからちょっと眞こちゃんから言ってくれるみたいな感じになるからそれでいつも眞こちゃんにすごい身を持たせてるなっていうのもすごい思うから申し訳ないなって思うけどそう思ってくれてるんやったらうちはもう,逆もう言ってほしいうちが、うん、そうやってうちは本当ににんか結構引っ込み仕合なとこもあるけどさ言ってもらった方があ、うん うちも言わぬなってもなるし、うんそうね、本当にありがたいなって思う。でもなんかマコちゃんがその常に、うん、なんていうの前を向いてる人やから、うん、正直、うん、多分ま。 うん、みんなもめっちゃ絶対そう思ってると思うし、うん、みんなも前に向きたいと思うけど、うん、やっぱ人間やからさ、うん、こう浮き沈みは絶対あるわけやんだからあちょっともう無理かもしれんって思っちゃう人ももちろんいるわけ、うん、リクももちろんあるし、うん、だからやけどまこちゃんが常に前向いてるから、うん、自分が前向こうと思った時になんか頼れるし何、うんうん、か。 だって一人誰もおらんかったらさえ自分だけ向いて,て大丈夫かなって思うんやん。ね、やけどまこちゃんが常に向いてるから、うん、それについていけばいいんかってそのちょっとひらなんていうの自分の気持ちが楽になった時に、うん、まこちゃんを見て頑張ろうって思えるから、うん、マジでいいとなっていうのはすごいありがたいし最近特にもう、うん、そうやって動画とかも見て。うん いやもうちょっとなんていうの頑張りたいなっていう欲が結構強いし、うん、その今回ツアーとかもまたあるやんか、うんうん、ツアーでもなんか前回よりももっとうまくやりたいし NiziU、うん、ってこんなにもっと成長こんな短期間でできるんやみたいなもうめっちゃさ、うん、なんていうの見せてやりたい精神もあるし、うん、世界の人たちにさんかもっと。 見せたいってあるやんか、でもそれをまこちゃんもずっと思ってるんやろうなって思うとりくも自信を持ってその気持ちが持てるって感じなんかわかるなんかこう思ってんの自分だけかなみたいなんてすごいさ寂しいし不安に思うやんやけどまこちゃんも多分上向いて頑張りたいって気持ちがあるんやろうなと思ったら自分も頑張ろうと思うしこの気持ちは間違ってないって思えるからすごいありがたい。 すごいね <laughs> なんかいややっぱこういう時はなんかやっぱりこう陸はさすごいやっぱ考え方もね結構こう話を聞いたらすごいものを持っとるからさ <laughs> そうだからちゃんと奥までこう聞き出さんとすごい陸の中とかもうよそう、ね、いやもう。 うちも安心しるう全然クに関してもねもう本当に安心してるしもうんかもう常に実力を上げたいっていう気持ちが絶対クは持っとるからすごいすてきやなってめっちゃ思う。ありがとうなんやろでも最近っていうかツアー始まってからとかやけど同じ宿舎にもなって話す機会とかもやっぱ増えるやんかそれで。 なんていうの一番、うんそのま、悩んだりとか、うん、自分が。 どううしよみたいな思った時に真っ先にまこちゃんに一旦言おうって思うようになってすごい頼れるし信頼できるしまこちゃんに言ったらなんとかなるやろっていういい意味でねなんとか解決できるやろなっていう安心感があるから喋る機会が増えてすごいありがたいなってすごい思うしこれからもお世話になるかもしれへんけどそうそうって感じ。うちも リクはさいろんなやっぱこう思っとることをちゃんと聞いてくれるやん。でちゃんと目をさ目を見て聞いてくれるし、うん、目を見てこう話してくれるのが <laughs>、うん、なんかすごいあちゃんとこう相手のことを思っとるやろうなってめっちゃ思うからう,んなんかうちも話しててうん、うん、あ今ちゃんと伝わってるかもとかも思えるしんかすごいなんかねすごい真剣な話をできるちゃんと。 真剣なな話を<う>本当にしやすい。ななんかさ真剣な話するとさちょっと、うん、雰囲気なんか主なんん。かるやだからそれがちょっとあれかなって思うからなかなか言えへんけどなんか真子ちゃんにはすごい言えるっていうのはあるからでもなんか <laughs> たまにさたまにさ、うん、もうなんかもう本当にもうやっぱメンバーみんなそうみんな最近そうやけどなんかたまに。 うちにこう甘えてくる瞬間がうちはやっぱねなんかたまにこうリビングでミーヒとかもおひ、うん、膝の上にこう乗ってきたりとかした時も嬉しかったって言ったりとかもしたし陸、うんうん、もたまになんかすごい「ねえ」みたいな感じになる時あるやん <laughs> そういう時も可愛いいなって思 <laughs> すごいあんま年は言うて一切しか変わらんけどすごいしっかりしとるなって思うし、うん、あ可愛いいなっていうのもあるしんかすごいね。 バランスが取れてるのよ。めっちゃいいか。頑張りましょう。頑張りましょう。バイディ。ありがとう。じゃあ、後で、後で、後だよ。全部、全部撮影終わってから、あの二人っきりの時間になった時に。まあ、待っときます。ちゃんと。バイバイ。